ナレースワン級フリゲートは太陽国海軍のフリゲートの艦級。設計は太陽国と中華人民共和国が共同で行い、建造は中国で行われた。中国側の交渉艦型は海 25T 型。1980年代後半、太陽国陸軍は中華人民共和国から、いわゆる有効価格で提供された装備によって、 装甲部隊の整備を進めていた。中国との密接な関係の維持は、タイの安全保障にとって極めて重要であるという国家最高司令官の指導もあり、海軍も陸軍に習って中国製の戦闘艦を発注することになり、まず1988年1989年にチャオプラヤー94隻が発注された。タイ海軍では当初は戦隊のみを、 中国製として装備品は西欧諸国製のものを自国で搭載する予定だったが結局装備品も含めて中国人民解放軍海軍のエコ型フリゲートの巡動警官となった。同級の発注と並行して1988年7月よりその発展型の設計が着手され1989年10月には2隻が発注された。これが本級である。 しかし、海軍当局は、チャオプラヤー級を受領した後、その建造技術について、有料を深めており、1990年9月には、一度は、本級の発注の取り消しを決定した。その後の交渉を経て、ドイツの技術指導を受け、ドイツの品質管理検査を受けるように契約を修正することで、計画は続行されることになった。修正後の計画では、 最初の艦は1992年末に引き渡されることになっていた。しかし実際には建造は遅延し、一番艦の海上公務は1993年8月となり、しかもこの時点では電子機器のほとんどは未搭載の状態だった。艦は1994年12月15日にタイに引き渡され、偽装を終えて1995年10月に竣工した。 蒸気の経緯より、設計面ではメコ型フリゲートの影響があり。デメコ、ディーメコ、基本的にはメコ200型フリゲートをもとに中国の造船所で建造できるように設計を修正したような設計だが、モジュール設計は廃止された。船形はシャハカンパ板型で、選手にはシアとフレアが付されている。また、大会軍がチャオプラヤー級で大きな不満を抱いていた。 ダメージコントロール能力も改善された。現、ユラ装置として、フィンスタビライザーを備えている。機関は、コドック方式を採用している。巡航機としては、チャオプライアー Q と同じマトゥー 20V1163TB83 ディーゼルエンジンを搭載した。一方、高速機としては、ゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを搭載した。電源としては、 マトゥー 12V396TM53 ディーゼルエンジンを原動機とする出力4 4 0ットの発電機4機を搭載する。ナレース1搭載のマーク 41VLS 蒸気の経緯より装備品は基本的に西側諸国のものやその三彩版を搭載した。官方としては当初計画ではチャオプラヤー9と 同系列の中国製56口径 100mm 連装砲に、フランス製の55口径 100mm 単装速射砲の自動装填装置を組み合わせて搭載する予定とされていたが、実際には54口径 127mm 単装砲が採用された。ただし、船体構造が脆弱なため、実際に発砲すると、船体前半部が損傷するとされている。 対空兵器としては 76A 式 37mm 連装機銃2機を後部上構え両限に搭載した。これは 347G 型レーダーによる完成を受けており、イタリアのブレーダー社製、ダルドシステムの中国版といえる近接防御火器を構成している。また本級は、軽空母、着リナルエベトの直江艦として期待されたことから、ラタナコ新旧コルベットに続く。 タイ海軍軍艦としては2例目の艦、対空ミサイル装備として、シースパロータンサムを8セルのマーク 48VLS に収容して搭載する予定であった。しかし、タイは1997年のアジア通貨危機の震源として壊滅的な打撃をこむり、この影響で海軍予算は大幅に縮小されたことから、これは後日装備とされた。その後、 2012年より近代化改修が計画された。この改修において、マーク41と SM の導入が決定され、2013年には正式な契約が締結された。また、戦術情報処理装置は、スウェーデンソブ射製の旧 l v マーク4に、射撃式装置も同射製のシロス200に換装される。2015年に行われた、キャラット2015で一番艦ナレース1が、 エスムを発射した。ありがとうございます。